と思います。マイクをお持ちいたしますので恐れますが手を挙げてお知らせいただく、どこまでもですねこの為替の変動に対応していく、そういう、宿命、我々の宿命というのは十分に理解してるんですけども、ただですねこの80円を超えるこの76円、この辺のレベルっていうのは、輸出事業にとって本当にしんどいんです。高い水準となっていました。その前年同期とかつてのような、どちらかというと新興国の代表日本トヨタとは違って、やっぱりお隣のヒュンダイのであるとかいろんなメーカーが出てくるんです。したがって値上げがかつてほど簡単ではないんです。そういう意味でなかなか厳しいのはもうその通りなんですが、やっぱり円高対応をしっかりしていかなければならないというふうに思っています。田口と申します。大きく2点ほど伺います。オールアンナッシングではなくて、この国内のものづくりを守りながら、そして円高にきちっと粛々と対応していくと、そういうようなことをやっていかざるを得ないというふうに思っています。そうです、ありがとうございます、はい。It's not such a bad thing for them to increase overseas production ratio, and especially when actually the Japanese automakers are competing with the Asian producers, especially the Koreans.